いやー、屋敷図。はいはい。なんだっけ、横須賀流星高校。はいはいはい。あれ結局どうなったの？あれね、5位だね。6位中5位で。あ、そうなんだ。そう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 。なんかさ、あれ終わった後もさ、やってなかったの？あ、やってるやってる。あれどうなの？あれね、もう高宮の世代と、もう一個下の世代が卒業して、あの時1年生だったのがもう3年生になって、で、なんか、そろそろね、天才選手、なんか、育ちやすい選手いんだよね、あのゲーム。あ、そうなんだ。それめっちゃ引いたから、最強になったってこと？そうそう、最強になろうとしている。すげえ。そう、優勝して。私何になったの？確かプロになった。マジですごっ。マジ。どこ？どこだっけ？急な。忘れたな。まあ、ただ何やってもプロになれるぐらいの才能あるってことや。いや、ありがとな。4番で打てなくてごめんな。もう。いや、あれね、いや、申し訳ない。そう、あれね。活躍させた時はいいんだけどさ、あの手の企画って、その、打たなかった時さ、誰も幸せにならんっていうね。いや、申し訳ない。いや、俺の方が申し訳ない。あれ、俺の運だからよ。半沢見てたんだ、多分。そっちに。半沢、しかも大会。半沢ばっかだったんだよ。そう、玉見てないでみたいな、ちょっといじっちゃったけどさ。半沢。そうそうそう、半沢ネタばっかりだ。散々見てたんだよ。うん。香川隼人と土下座するわ。社長も歌んかったもんな。社長も歌んくって。ああ、土下座します。二人で。いや、でもね、本当に、いや、よかった、横須賀流星高校入れてって思ったよ。あ、マジで？うん。いや、それ言ってもらえるとなんか、嬉しいというか。なんか指名してよかったとか指名させていただいてる立場だからね、俺は。いや、とんでもないじゃん。いや、とんでもないです、マジで。ありがたい。ありがたいです。いや、こちらこそ、こちらこそ。つなげていこう。京子よ。左投手。どうする？あ、やばい、ちょっとボテボテすぎた。大丈夫。あ、進塁だ。逆にボテボテすぎた。進塁だ、進塁だ。高宮抑えろ。ああ、高宮、お願いします。打ってくれ、そろそろ。そろそろ打ってくれ。やばい、でも相手は陽キャだ。大佐大丈夫か？昨日突マッチで打てないこと謝られたからね。そんな陽キャ大佐、高宮に謝らせたくないのよ。打ってほしい。高宮、やっぱり太陽キャはダメだと思ったんだな。高宮だよ。もう報告しよう。今日ホームラン打ったよ。やば。さすがにフォローするかっこよすぎる。さすがによ。やっとこれで安心だわ。いや、いけるとこまでかな、大佐。まだ。いや、半沢直樹見た。マジか。